チャット GPT さん、あいよ。若者のテレビゲーム離れの原因は何ですかチャット GPT。若者のテレビゲーム離れの原因には以下のような要因が考えられます。1、スマートフォンや SNS の普及。スマートフォンや SNS が普及することで、 若者は時間や場所を問わず手軽にコミュニケーションを取ったりエンターテインメントを楽しんだりすることができるようになりました。このためテレビゲームに使う時間が減ってしまったと考えられます。2新しいエンターテインメントの出現映画や音楽、漫画など若者が楽しむエンターテインメントが多様化してきたこともテレビゲーム離れの原因の一つとして考えられます。若者は テレビゲーム以外のエンターテイメントにも関心を持っているため、時間や予算をテレビゲームに割くことが減ってしまったと考えられます。3. 課金制度の問題。一部のテレビゲームでは、追加コンテンツやアイテムを課金することで、プレイヤーに不利益が生じるような仕組みがある場合があります。このような課金制度が、若者の離れの原因になっていることも考えられます。4. 健康意識の高まり。最近では健康に対する関心が高まってきており、若者の中には運動やアウトドアなど体を動かすことに興味を持つ人も増えてきています。このためテレビゲームをする時間が減ってしまったという面もあるでしょう。以上のような要因により、若者のテレビゲーム離れが進んでいると考えられます。しかし、 テレビゲームは知力や反射神経、コミュニケーション力などの向上にもつながるため、健全な範囲で楽しむことが大切です。また、最近ではテレビゲームを使った教育やトレーニングなども注目されており、テレビゲームは単なるエンターテイメントだけでなく、新しい可能性を秘めたツールとして捉えることもできます。